この前の動画で、うん、カウンターバランスって言ってたじゃん、シャフトが、うんうんうん、カウンターバランスって何なのか全然わかんないから、カウンターバランス、うん、教えてもらおうかな。カウンターバランスって、うん、平井博明のワンラップゴルフ。最近のシャフトはすごく多いんだよね。まあ、シャフトの話なんだけど、うん、スタンダードのシャフトの重さっていうのは、うん、もちろん先寄りにしなるポイントだったりウェイトポイントが来てて、うん、まあ、それが普通っていうか主流だったんだけど、うん、ここ10年ぐらいからヘッドがその重量が増えてきて、うん、ヘッドも大きくなってんだよね、うん、でそうなってくると、うん、そういうウェイトポイントが下にヘッド寄りにあると、うん、ヘッドが重くて先がこうウェイトが来てたら、うん、相当ヘッドが重く感じちゃうのよ、うん、そうなってくると、うん、組み上げた時にヘッドバランスがこう出ないっていうか重くなっちゃうんだよね、うん、そうすると自分の出したいバランスにヘッドが組み上がんないクラブが、うん、それで今の重量級のヘッドと大型ヘッドに対してそのまんまヘッドの重さが変わんなければ飛距離もアップする、ボールへの衝撃が強いからね、うん、そのためにシャフトのウェイトのバランスを手元寄りに持ってきてるのがカウンターバランスっていうのよ。例えばじゃあヘッドが 290g でしたっていうと、あちょっと重いねというぐらいの数字なんだけど、それで普通のシャフト入れるとバランスがね、例えば45インチで組んだ時に D3 とか D4 ぐらいになりやすいんでね、それで例えば R シャフトだともうベロンベロンなのよ。そうなってくると使えないじゃない。ボールへの衝撃を強くしたいからヘッドの重さを変えたくない、うん、でもバランスを軽くしたいっていうと手元を重くしないとバランス軽くなってこないでしょ、はい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 、でもグリップ太くしたくない、うん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 、ってなってきたらもうシャフトのバランスを重さのポイントを手元寄りにするしかないんで、それで生まれて今の大型ヘッドに合うようにシャフトを作ってるんだよね。だから今の純正シャフトだったり純正カスタムシャフトにはカウンターバランスっていうのが多くなってる。小型ヘッドで開閉の強いヘッドに入れてもカウンターバランスって意味ないわけよ。ヘッドが軽く感じすぎちゃって、そうだよね、うん、でヘッドがどこにあるかも分かんない。今の重量級のヘッドじゃなければカウンターバランスのシャフトにしなくても全然いいと思う。じゃあシャフトの中に、うん、なんか重りが入って、うん、その重心って調整されてるの？カーボンの繊維を変えてる。低弾性高弾性を変えたり、うん、あともちろんこうウェイトを手元にしたいから手元のカーボンを増やしたりとか、うん、でもそのカーボンを増やすと重くなったり硬くなったりするから、うん、それはもう技術だよね、メーカーメーカーさんの。そういうので変えてたりするし、あとシャフトの太さを変えたりとか、メーカーによってシャフトの太さも違うし、同じメーカーでもシリーズによってシャフトの太さもね変わるから全然その辺で違ってくんだよね。それで調整してるわけだ。調整してる。重心がどこに来るか。そうそれでその手元寄りになってきてるってことで、ね、うん、そういい悪いではないってことと、うん、あと合う合わないがはっきりすることは間違いない。俺は手元が重いと、うん、あんまりこう振った感じがしないんだよね。ダラーって振っちゃうから、うん、ただこう先が重くてこうピンピンってしてる方がいいから、うん、ヘッドのハンマー効果みたいな感じでボールを打ちたいから、うんうん、そのカウンターバランスのシャフトっていうのは、うん、あんまりもう俺の場合は合わない、うん、シャフトの話になると本当にね長くなってちゃうけど、うん、まあでもそういうことからシャフトの話って始まって、うんうん、相当な種類と、うん、あと覚えておいた方がいいポイントっていうのは結構多いよね。例えば、うん、自分がいます、うん、真ん中に、うん、で先調子中調子元調子って自分から3つに分かれるでしょ、うん、自分のスイングから、うんうん、でそれ好きなのチョイスします、うん、って言ったら、うん、じゃあ先調子選びました、うん、って言ったら先調子から大手3社だったら、うん、先調子からグラファウテデザインの先調子、フジクラの先調子、三菱の先調子って分かれるわけ、うん、でその3社に分かれたでしょ、うん、そしたらそっからシリーズ分けした先調子がまた何種類もあるわけ。1種類じゃないよ。1種類じゃない。だからまず自分がいなきゃもちろんダメだし、自分がどのスイングか決まってないとダメ、うん、そっから先調子中調子元調子に行けなくなるじゃない。いけないね。そうだから自分が例えば仕出して、うん、あこの感触がいいなっていうところにまず進むじゃない、うん、1コマ、うんうん、そっから各メーカーの中調子だったら中調子を打つわけよ、うん、あしたらあこのタイミングいいなっていう中調子の会社に行くわけよ、うんうん、1コマ、うんうんうん、したらそっから何種類も先調子が出てるわけよ、うん、したらその中調子の中から
その先寄りなのか元寄りなのかまんま中なのかっていうところにまた枝分かれするわけよ。そうなんだ。そうだからシャフトってはい中調子先調子元調子ではないってこと。その中にカウンターバランスだとか、あーそれは別の話なのね。そうスタンダードなウェイトなのかとか、そうでそこから今度 S、うんうん、XR ってあるでしょ。そうでその中に 60g、うん、50g、70g ってあるでしょ。そう、もうほぼほぼ無限でしょ。うわやばい。そうそれぐらいシャフトって難しい。ピックポイントに1コマでしょ会社に1コマでしょ、うん、そっからその会社のシリーズに1コマでしょ、うん、でそっからバランスポイントに1コマでしょ、うん、重さ1コマフレックス1コマでしょ。6段階いくの1つのシャフトに。それかけてったら何通り やばいでしょ、うん、やばい、うん、だから何千本ってあるの。何千本シャフトってね。だから家建っちゃうんだ。そう間違いない。そうでも飛距離は変わんないんだけどね。そうなんだ。機械が打ったらね。あ、そうなんだ。そう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 、そうなんだ。そういかに自分に合うかだから6段階とか7段階いかないと、うん、ちゃんとした飛距離が生まれないってことなの。機械だと同じなんだもんね。そうそうそう。で純正シャフトっていうのは、うん、自分から1コマ目の、うん、中調子先調子元調子ってあるでしょ、うんうん、そこに多く数多くヒットできるように純正シャフトって作られてるから純正ってすっごいシャフト。先に行けば行くほど特化するだけだから、その自分がその特化のところにいなかったら合うわけがないの。だから純正シャフトって万人受けするの。そうだからピンの純正シャフトとかすっごい人気高いからね。すごいいいシャフトってみんな言う。425か410425かな、425かなんかについてた純正シャフト、うん、IP カラーのやつがあるんだけど、うん、ミラーみたいな、うん、それとかすごいいいシャフトよ。純正なんだけどすっごい人気。それはどこが作ってるの。自社じゃないかな、ピンじゃないか、わかんないわかんない。作るメーカー、うん、ヨネックスなんかも自社で作ってると思うんだ。多分ね、うん、全部その3社が作ってるのかと思ってた。それを入れてるのかと思ってた。それはね、純正カスタムと、うん、もう完全なカスタムはそう、その大手が入れてんだけど、うん、ってことはそのスタートの時点で決まってないといけないのか、うん、そうだから自分が、うん、あくまで入り口は中先元。それはスイングで決まるんだっけ。スイングのタイミング。あ、タイミングか、うん、もちろんスイングでもそうなんだけど、うんうん、タイミングだよね。インパクトへのタイミング、なるべく同じスイングをしてる人じゃないとはっきりした結果は出ない、うん、例えば1球目ナイスボール打って、うん、2球目スライス出て、うん、でそのスライスに対して左に打ってる3通りのスイングしてたらもう分かんない。だからずっとスライス出続けるとかずっとフック出続けるとかの方がまだ全然いい。そういうことか。そう、全ての球にリアクションしてるスイングは決まらない。プロでもやっぱりだからそれだけ苦労するっていうか見つけるのにね。だからなかなか買えないの、逆に。もう嫌だから。そう、切りないし。そうだよね、うん、だから60点70点があったらもう100と思った方がいいっていうぐらい先が見えないことだから。これちょっと言っていいのかどうかあれなんだけど、うん、プロが要は動かないシャフトを好むってよく言うんだよね、うん、要は元寄り、中とか元とか、うんうん、で一般的にはこうアマチュアは先調子の方が優しいからって言われてるんだけど、俺はそうは思わないんだけどね、うん、だけどなんでそういうことが起こるかっていう原因をちょっと言っていい、うん、前も動画でちょっと話したんだけど、アマチュアの方で多いのは9時から6時を力むわけよ。そうすると先調子じゃないと当たらないの。こうやってやるからペンってきた方が当たるでしょ。そうだね、そう。でもプロって7時から3時を力めるから、うん、要はグワーって持っていけるから、うん、先調子だと頼りないの先が、うん、要はもう幅広い範囲をグワーって削ってるようなもんだから、うんうんうん、しっかりしてた方がいいじゃない、うんうん、だから動かないシャフトの方が好きなの、うん、そういうところが相当関係してる。スイング自体一発で元がいい先がいいとかってプロが決めてるわけじゃなくて、うん、その試合に対するショットだったり、うん、その自分が力めるポイントを知ってるからそういうシャフトを選ぶ選手が多いっていう。ほとんどアイアンのシャフトなんてそうやってこうやって打つから、うん、7時から3時を力むから、うん、先がピュンピュン走るシャフトの選手ってもうほぼいないんだよね。カーボン使ってたって元調子のカーボンとか、うん、そういうシャフトが多いし、うん、
そういうのが関係してる。伊良君自身はどうやってその今のシャフトを見つけたの？俺はねデータ測った時もあったし、うんうんうん、あとはもうほとんど打ったフィーリングだよね。結構な数打ったの。いやめちゃくちゃ打った、めちゃくちゃ打った。天狗刻みで PT が一番長かったっていうか多かったんだけど、うん、PT6、6.5、7、7.5って打ってるから 6.5 と 7.5 なんかないんだけどないんだ。ひろゆき出してもらって。あ、そう。そう。しかも S の先爪とかね、うん、チップカットって言って、うん、SX までいったらいい時もあるけど、うん、ちょっと硬いなって感じる時もあったら、うん、やっぱり SX が欲しくなる時もあるんだよね。そうすると X はもうそれ以上柔らかくできないから、うんうん、S を切るわけよ、うんうんうん、で硬くする。先端切ると、先端切ると硬くなるの。硬くなる。だから何インチ切るかよね。だから 0.25 から 0.5、うん、0.75 って切ってって、うんうん、そう、それで感触のいいところでストップするっていう。それ余計切りなくなるね。そうでしょ、そうでしょだってそのまま S 入れてダメなら半インチ切ったりとか、もうそんな感じだから。俺はねやる側、あの、うん、作る側じゃないからワクワクはしてたけどそうなんだ。そう、どんなのができるのなんつってだからいいものに巡り合えるとしかその時は考えてないから。へ、こっちが注文してるからさ。はい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 、だからきっといいのが出来上がるんだろうなっていう、うんうんうん、ワクワク感で待ってんだけど、うん、もちろんドハマりする時もあれば、うん、っていう時もあるし、うん、そうで、いろいろクラブ好きだから注文をして作ってもらって、うんうん、やったけどね。でもやっぱベースとなるものを必ず作っとくことは大事。変えれるところ、あ、うん、ダメならこれでいいかなっていう。そう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 、それはハイペーラインが保証されてるとか。そう、それはね PT6X だったんだね俺は。それがまあ長かったし、うん、まあ、フジクラの P65 っていうのもすげえ飛んでたんでね。だからその2つすごい多かった、長かった、うんうん、それはあれドライバーの話。それはドライバー、これだけでドライバーそれ、そうするとヘアウェイウッドユーティリティアイアンってなってくるでしょ、ウエッジって、うんうん、もう iPhone の充電で気になるところだね調べるのに。そう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 、充電なくなっちゃうね調べたら。そうそうそう、だからまあじゃあそれで、うん、ヘアウェイウッド3番ウッドなんかは、うん、じゃあ PT6X がドライバーよかったら、うん、まあ、PT じゃあ 6X か 7X を入れてみる、うんうん、そうするといいかどうかって言ったら、うん、もうそれはまた別の話で。そう、それが合うわけじゃないのね今度。そうで落ち着いたのは、うん、ドライバー6 PT6X、うん、3番ウッドが 7X、うん、5番ウッドが 7.5X が一番良かった。5番ウッドの PT7.5 っていうのは、うん、もう他変えてもそれだけは変えなかった。それはちょっとドハマりすぎた、ドハマりした。あ、そうなの。もうだから5番ウッドのその文字だけ、うん、もう消えてる、ない、そんぐらいもう他のクラブと擦れたりとか、それぐらい長い間ずっと使ってたね。でも全く同じヘッドと全く同じシャフトと全く同じグリップで同じセッティングにスペックにしてもなんか違かった、そんだけいいんだったらサブ作りたいじゃない。作りたい。ダメだった。全然違うの。全然違う全然違う。長さも全部もう全て、まあ、全部一緒。うーん、全然違かった。個体差だよね。それでも例えばヘッドバランスが、じゃあドライバーの話で、うん、D0 と D3 で同じスペックで組んだって、うん、もう全然硬さ違うし。硬さが違う。そう、 D0 の方が硬く感じるし、うん、D3 の方が重く感じる。ヘッドが振られるからね、うん、重さの問題で。あとはプロの中でも両方いるけど、うん、例えば 44.5 インチで組むのと 45.5 インチで組んだ同じシャフトでも全然違うし。そっか、長さ違うからね。そう、もうそうなったら本当に無限でしょ。いや無限だね。ねで、まあ俺5番ウッドドンピシャ来たって、うん、さっきの PT7.5X がいいって言ってるけど、うん、それ5番ウッドだからぴったりでいいわけよ、うんうんうん、例えばアイアンだったら、うん、いろんな球打つでしょ。フルスイングしたり、うん、軽くさらって打ったり、うん、打ち込んだり、うん、だからアイアンはぼんやりじゃなきゃいけないの、シャフトは。どこでも味見できる
ポジションにシャフトがあった方がいい。どっかにズドーンって特化しちゃったら他の方が打てない。そう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 、もうやばいでしょ。わざとぼやけさすとか。そう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 、そんなのもわかんないじゃん。わかんないでしょ。わかんな い, んないよ、ね、そうだ。ぼんやりがわかんないとわかんないってわかんないでしょ。わかんない、もうわかんない、もうわかんないよね。そうだから何かが完璧にできちゃいけないって言ったらおかしいんだけど、うん、そんなニュアンスなのよ。そうか、どっかに偏ると何かができないから。そうそうなの。全部できるシャフトを選ばなきゃいけないんだ。うん、そうだからもちろん鈍感なスチール選ぶし、はあ、うん、ただロングアイアンは何するでもなく、はあ、やることがほぼ限られてるから、うん、ロングアイアンの例えばユーティリティなんかは別なシャフト入れたりとか、うん、カーボン入れる人もいるわけ。偏ってていいわけ。偏ってていい、やることが決まってれば。そう、そんなことをシャフトの選ぶ基準に入れたら、うん、もう決まんないでしょ逆に。一生もうそれこそ純正でいいってなるでしょ。でも一生決まんないですね、うん、純正が一番いいもんね。そうそうなっちゃう。そういうのをさ感じられるようになるにはさ、うん、インパクトゼロしてないと感じられない。トロ君今年もやっぱ素敵ね。そうなんです、シャフトってこうなってないと全てを感じられない、うん、インパクトで。そうなんだ。そうフェースがこうやって戻って初めて語れる。で戻ってなかったら何使っても一緒です。それが体全部、うん、グリップまでがピタって戻って、うん、シャフトが戻ってないんだったら話は別だけど、うん、体の動きが戻ってないんだったら、うん、もう鉄棒使っても何使っても一緒です。戻ってないんだから。そうこうなった時しか、うん、シャフトって動きが分からないから、うん、そういうことね。このまんま来てたら分かんない。もう硬いとか柔らかいとか重いとか軽いとか関係ない。関係ない、しなってないんだから。そうこう動いたってこう動いたって変わんないから。こう動いて初めて分かる。あ、前言ってたやつだ。そう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 。ゼロに戻せなかったらしなりを感じない。感じない。そうそう。しなり感じてないんだったらしならせてないから。そうだね。そう。だから何使ったっても関係ないんだ。変わんない。よくあるのが、うん、何で打っても飛距離が変わんないっていう方もいるんだけど、うんうんうん、それはシャフトをしなって飛ばせてないからね。どれでも一緒なんだ。どれでも一緒になっちゃう。だから距離が一緒になっちゃうの。そこら辺の枝使って打っても。鉄棒使って打っても変わんないの。その両方触れるんだったらね。そうそう触れる構造なんだ。そうそう構造なんだったら。だからよく女性なんかでも多いのよ。あそう、それはシャフトのしなるスピードに達してないの。あ女性はね、そう力ないことが多いから、ね、そう、それはしょうがない。だけどやっぱロフトはね多少変わるから、うんうん、多少の高さは変わるんだけど、うんうん、トータル飛距離ってほとんど変わんなくなっちゃうんだよね。それはもうねしょうがないんだよね。だから頑張って振るっていうかヘッドスピードを上げるしかないから、うん、シャフトっていうのはこうしならせないとダメなんだよね、うん、